皆さんこんにちは、キリンです。今回はレース系ゲームをやっていこうと思います。なんかどこかの CM でやってたような気がしますが、気にしないでやっていきましょう。最初はパイプラインというコースをやっていきます。そういえば、いつもの実況メンバーがいないけどどうしたんだ？あっちで何か光っているような。このゲーム面白わらわら、草湧いてしまう。何が草湧えるって？さて、あのクズを鬼畜したのでさっさと本題に戻りましょうか。このゲームは何だというと、今やっているようにレースをするゲームです。他にもコインで自分の車を改造したり、宝石で新しい車のエンジンとかを買って新しく手に入れるのもいいでしょう。このゲームは大体そんなところです。あと、このゲームは操作がしにくいです。慣れるのにかなり時間がかかります。今でもまだ慣れていませんよ。やばい、話すことなくなった。ではこの語彙力のあることで有名な自分が野球とかでよく見る実況をしてあげましょう。お前診断じゃなかったのかよー。え、リセマラした。お前は本当に人間かよ。さあ、始まりました。第810回パイプラインを壊すレースが始まろうとしています。いや、始まったし、臭いし、パイプラインを壊すゲームじゃないよ。いろいろ間違いすぎ。それはともかく、今回のプレイヤーを紹介します。一人目、カーレース、シネさんが黄色い車に乗っています。どうしてそうなった？ちなみに、レース前のインタビューではカーレース、イズ、ダーイ、と言っておりました。今すぐ退場してください。次に、田中中田さん、身長160センチと、体重99キロのちっちゃいけど、重い田中さんがボンネットが、黒い車です。個人情報開示するなぁ。ここでうぷ主がハンドル操作を、間違えて壁に激突しました。この時のために、このコースのすべての壁はゴムゴムの実でできています。消されそうなネタ使うのやめてー。そもそもゴムゴムの実の壁ってなんだよ。あれ、ここには2人しかいないはずだが、3人目の声が聞こえる。それは私の声が裏返っただけだよ。さて、くだらない茶番を入れているうちに、レースは残り1周となりました。ここで順位を確認していきましょう。依然として黄色いカーレース、シネさんがトップになっています。続いて、2くらいか3位を争っているおもと、田中中田さんが続きます。最下位は省きます。さあ、レースの最終コーナーに差し掛かりました。果たしてこのまま主は3位で終わってしまうのか、それとも、さあ、ゴール。結果は惜しくも準優勝。性能の低い車だったので、そこそこの結果だと思います。そろそろお時間です。あ、もうそんな時間ですか。時間というものは早いですね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。好評だったら続きます。それはない。